相手も王みたいな感じで浮気してやんない。はい、皆さんこんにちは。ヘクマン障害者の植木です。今回は同性介護シリーズ第3弾目後編ですね。前回は同性介護の中でまだカミングアウトしてない自分がどういうことに困ったかっていう話をしました。で、今回は、どういうふうに自分が同性介護と、向き合ったかっていう話と、今後の課題とか、同性介護について思うことを喋っていこうと思います。前回お話しした通り、18歳から自立をして、最初はカミングアウトしてなかったんで、女性介助者の介助を受けてました。で、まあいろいろ困ったこととかあったんですが、その後、大学を卒業して、まあなんだかんだあってまあなんだかんだっていうのはライフヒストリーの方を見てもらったらいいんですが、なんだかんだって、関西の自立生活センターに、就職しました。で、そこでは最初は女性の介助者だったんですけど、そこで FGM、トランスジェンダー、自分と同じセクシュアリティの、介助者の人と出会いました。で、その人にいろいろ相談して、職場でカミングアウトしました。で、介助者については、その時もどっちがいいのか自分でも分からなかったんですけど、まあその FCM の友達といろいろ相談して、とりあえずお試しでやってみようかって言って、介助者を男性に移行しました。って言っても一気に変えたわけではなくて、最初は信頼関係の強い3人の介助者、3人だったかな、ちょっと昔すぎてはっきり覚えてないんですけど、数人の介助者に介助に入ってもらっていて、他はどんどんこう介助者を女性から男性に移行していたという感じです。で、最初まあ信頼している人に入ってもらったんですけど、それでもやっぱり結構ね、自分疑い深い性格やってなのでな、本当に理解してもらってるんだろうかっていう、なんか不安がありました。で、だから結構必要以上に男らしくしていたり、逆に女性らしい部分は見られたくなかったです。で、やっぱりその最たるものっていうのは入浴会場で、まあ全部脱ぎますからね、
だから入浴会場を頼むまでには結構時間がかかって1年ぐらいかかったんです。でもなんかこれなんやろう、うまく説明できない部分もあるんですけど、なんか1年間で信頼関係が増してきて、なんかある日、あ、大丈夫やって思った時があって、いきなり、風呂会議をお願いって言って、相手も、おみたいな感じで、それで風呂会議を頼めるようになったんですけど、まあ結構、今から考えると、無茶ぶりって無茶ぶりではあったけど、向こうもいつ風呂会で頼んでくれるんやろうって思ってたみたいで、なんか信頼してもらえたんやなって嬉しかったって後から聞きました。で、その後はだんだんその風呂会で頼むのも抵抗が少なくなっていて、まあ、数ヶ月かかったりはしたんですけど、だんだんその頼めるまでのスパンも減っていて、まあ、慣れていったんでしょうね。そういうなんか経験を重ねていって、まあ、だんだんこう、男性の介助者を主に使うようになっていきました。だから、3年ぐらいで、ほとんどの介助者が男性という感じになりました。まあ、なんでしょうね。介助者を女性から男性に移行してから2年ぐらいが経った時に、やっぱり自分にとっては介助者が男性の方がしっくりくるなと思って、それから女性の介助者はまあ入ってもらってた人には残ってもらって、で、その人が、家事を辞めるとか、そういうので、フェードアウトしていて、今は男性だけっていう感じです。じゃあ、その、男性に介助者を変えて、不安がゼロになったかっていうと、まあ、そうでもなくて、不安っていうか悩みかな。今現在の貯金の悩みとしては、体が女性なんで、婦人科医療を受けるときにどうするかっていう、ことがあって、なんやろ、こう、今の見た目で、介助者も男性だと、やっぱり、婦人科に行くのは、ちょっと、抵抗があるというか、まあ、実際、ちょっと、状況を説明、したら、うちでは難しいですよみたいなこともあって、そういう時は、女性の介助者に特例としてお願いしている
状態です。まあこれはちょっと先の話になるんですけど、自分が重度化していた時にどうするかっていう問題もあって、今は風呂とかはある程度自分でできてるんですけど、全くこう自分でできなくなった時に、今のままで、大丈夫なのかなとか、思ったりはしていました。自分の場合は、今のところ、女性の介助者に介助してもらっている時よりも、楽に過ごせているように、いるし、さしちゃう問題もないんですけど、まあ今はね、自分はこうして生活してるんですけど、LGBTQ と同性介護の問題について思うことっていうのを話でいこうと思います。別にこれが正解とかそういうのじゃないと思っていて、同じ FTM でも相談に乗ってくれた人は、いや自分は風呂介助は女の人がいいわっていう意見もあったり、だから人によってこう考え方も違うし、精神や性的思考っていうのは多様性もあるし、流動的なもので、カチッと決めないと思うんです。で、障害や病気っていうのも、人それぞれだし、変わっていくものだと思います。だから、生物学的な性別や性自認によって、あんたは性自認が男だから男の介助者みたいに、こう、確率的に決めるんじゃなくて、その人はどうしたいかとか、どういうふうにすれば介助を快適に受けるか。これももちろん介助する側のことも考えないといけないんですが、そういう支援であったり、調整が必要かなと思っています。だから、一人一人に合った個別的で人道的な支援が必要だし、障害もセクシュアリティも人道的なので、継続的な支援やフォローアップが必要だと考えています。そのためには、LGBTQ の障害者が安心して継続的に相談できる場所が必要だと思います。まだカミングアウトしてないけどっていう人から解説者をどうすればいいか分からへんねんっていう状態もやし、解説を移行した後も状態が変わっていく中で
どうしたらいいかっていうのを、こう気軽に話せる場所っていうのが、全国どこでもあれば、もっと LGBTQ の障害者が、カミングアウトして、自分らしい生活をできるんじゃないかなと考えています。それと合わせて LGBTQ の介助者についても、もうカミングアウトしやすい環境だったらいいなと考えていて、そのためには福祉サービス事業所や自立生活センターなどで LGBTQ に関するセミナーや講演を、ぜひ積極的にやってほしいと思っています。この同性愛の原則と LGBTQ の問題っていうのは最初も言ったけど、多分正解っていうのはなくて、だからこそ、なんでいうかな、お互いに何でも話せる環境だったり、LGBTQ が言いやすい環境が必要だと考えています。自分自身、2年前にセクシャルマイノリティと医療福祉教育を考える全国大会で、こうした同性愛の問題について講演させていただいてから、この問題について何回か講演をさせていただきました。そこでは結構皆さんが、こう、同性愛のと LGBTQ についていろいろ関心を持って考えていただけているなと思ったので、こういう機会がどんどん増えていくことを望んでいます。これで同性愛をと LGBTQ についての動画はひとまず終わりにしたいと思います。皆様、ご視聴ありがとうございました。次の動画どうするかなって感じなんですが、ではまた。いつも最後にこけるし、ネタでないっすよ。ではまた、バイバイ。高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。